ロラックモジュールシンセというものをご存知でしょうか。今巷でブームになりつつあるモジュールシンセの企画です。ユーロラックモジュールは特に新しいものではなく20年ぐらい前からあります。モジュールシンセとなるとさらに古く1970年ぐらいのものです。シンセサイザーの各機能が個別ブロックになっていて、それを組み合わせパネル面でパッチを結線し音を作っていくというものです。これが今また再認識されつつあります。そのユーロラックモジュールをシリーズで解説していきたいと思います。モジュールは一般的にこのような形で販売されています。ほとんどのものは説明書がありません。これはピッツバーグモジュラーというメーカーのオシレーターというモジュールです。コントロールノブと入出力ジャックがいくつかあります。スイッチがついているモジュールも多くあります。裏面を見てみますと基板がむき出しです。フラットケーブルがついています。これを電源ユニットに接続することによりモジュールに電源が供給されます。この電源コネクターがユーロラックモジュールの統一の規格になっております。マイナス 12V、グランドプラス 12V です。電源の供給側はラックケースに装備されているもの、モジュールで電源供給するものがあります。注意するところは電源の使用量です。それでは実際やってみましょう。この電源付き光インストゥルメンツのミニケースに組み込んでみます。電源ケーブルを接続します。極性の向きを注意してください。そしてラックにネジ止めマウントします。マウントネジは M3 が主流です。メーカーにより M2.5 のものもあります。セッティングはこれだけです。モジュールの高さは規格で決まっております。幅はホライズンピッチという規格で HP で表記されます。このピッツバーグのオシレーターは 8HP です。隣のモジュールは 4HP です。各モジュールのセッティングが終わったらいよいよパッチケーブルをつないで音出しです。今回はここまでです。次回から基本的なモジュールの説明をしていきます。